ノリ。おはようございます、リノです。おはようございます、ありがとうございます。さあ始まりました、ガリノリ第14戦目でございます。はい、本日はですね、兵庫県にございますスロット機構内痛みつスロット機構内痛み店さんで実践となってるわけなんですけども、はいはい、今時が飛びましたね一瞬。大丈夫です。なんかあれですね、今日は今までのつきものが取れたようなナチュラルな自然体で。あ、本当ですか。はい、なんかついてたんですか。なんかついてるように見えたんですよね、今まで第13戦目まで。なんかちょっとすごくこうお祓い行ったみたいな。なんでめっちゃ悪いやつじゃないですか。そんなものはないので。ないですか、はい、すいません、はってもないので、はい、大丈夫です。大丈夫です、大丈夫です、安心してください、はい、大丈夫なので。わかりました。で今回ですね、こちらのホールさんに関しましては2度目のガリノリ収録となってるんですけども、はい、まあ、いつも通りですね、作戦会議を終えまして、まあ狙い台等ですね、決めてますので、まずそちらの方をご覧ください。はい、恒例のですね作戦会議でございます。はい、今後頑張っていこうかなと思っております。あの今回ですね、はい、ちょっと私例によっていろいろと事前に調べさせてもらったんですけども、はい、明日取材が入ってるんですよね。そうなんです。しかもだいぶ著名な取材が。そうなんですよね、まあ結構、はい、あの期待ができそうなですよね感じでございますね。今までそれにどれぐらい参加されたことあるんですか。一応僕が大阪に住んでいた時にその来店だったりとか収録とかで結構あったのかなと。で、いやもう、はい、もう片手両手じゃぶれちゃ効かないぐらい。そうですね、10回以上は参加してるんじゃないかなと思うんですよ。で、そのね、はい、著名な取材の経験が私ゼロなんですよ。あ、北海道には存在しないので、ですけど、はい、私完全未経験ど素人なんですよ。あ、そうなんですね。明日の案件に関しては。僕も数年ぶりではあるんですよ。なので参加するのは、はい、その取材の当たり前常識とか、はい、一切知らないんですよ。あ、そうなんですね。なので、おそらく明日その参加して、その未経験ゆえの不安を打ちながら抱えるはずなんですよ。はい。なので、うん、ちょっと明日のその取材的な話を、うん、まずリノさんからちょっと教えたいんですよ。明日はですね、一応、前代系の取材になるんですけども、まあ、その可能性が高いといったところで、4台構成、はい、以上の機種に複数機種、前代系が存在するんじゃないかなと。で、そうですね。で、ホールさんによってはその強弱が分かれたりするんですけども、一応明日、行くホールさんの、過去数ヶ月間を調べた中で、とりあえず3月からどういった機種をやられてたのかなっていう、その、まあ、結果じゃないんですけど、うん、まあ、こんな感じだったよみたいなのが出てるので、まあ、ちょっとこう、改めてちょっと言わせていただきたいかなと思うんですけども、3月、がですね、マドマギ3 4台、うん、で、ゴッドイーターアニメーション4台、そしてラブジョー、2プラス4台、この3機種がその可能性があったと。あ、じゃあ2機種に限るってわけじゃないんですか。あ、そうです。で、4月がですね、モンキーターン4 4台、ゴッドイーターアニメーション4台、そしてセイントセイヤ海王覚醒5台の可能性があったと。これはもう全てが当たりだったかちょっとわからないので可能性だったっていうことなんですけど、うんうんうん、で、5月がですね、これが5月がなんだかめちゃめちゃ多かったっぽいんですよ。まず北斗宿命5台、乙女3、4台、うん、モンスターハンターワールド4台、ヘイカガミ5台、ゴッドイーターアニメーション4台、マドマギ2、4台、ファフナー4台、ゴージャグ2が、7分の4で結構プラってたんですけど、あんまりがっつり回ってないのってお祭りじゃないかみたいな感じのものが5月は残されてまして、で、直近と6月ですね、はい、エウリカ3が4台、うん、そしてあなたの夫ハーデス4台、うん、そしてゴーゴージャグラー2が7分の5で、まあ平均回転数が5000回転弱だったらしいんですけど、うん、プラスだったといったところで、結構ですねしっかり機種はまあ、特定されてるというか存在してるのかなというところで、まあ、私たち、下見を、はい、先ほどしてきたわけじゃないですか、閉店間際に、はい、っていうところだったんですけども、前回、前回じゃないですね、過去に、はい、一度ここのホールさんにやってますね来て、はい、据え置き狙いのマイジャグラー3を、はい、積もったと思うんですけども、前回の実践、はい、の時に
その化け負けの末狙いでガンクンチップから、うん、タコネバリナが有効だったので、うん、なので今回も、それに合致する狙い台が1個だけありまして、はい、初代ゴージャグの196番台が、はい、これはね、化け負け、思いっきり化け負けで、うん、でも化け確率は圧倒的に足りてるんですよ、はい、でもちょっとマイナスなんです、うんうんうん、それの末狙い、しかもゴージャグ、初代ゴージャグだったらガクンもしやすいので、そうですよね、はい、なので、ここをど本命にしたいなって思うんだけど、はい、悲しいかな、初代ゴージャグ設置台数めっちゃ多いんですよ。そうなんですよね。なので全体的にはなりづらいってやつですね。そうなんですよ、はい、ただその全体的のこの素材で狙うってなった場合に、はい、未経験なので、うん、本当はそっち狙った方がいいのかな、どうなのかなっていうことを相談したかったです。すごく難しいと思うんですけど、このホールさんではどう扱ってくるのかなっていうところで、明日から2連戦じゃないですか、うん、同じホールさんで、うん、ってなった時に、一つこのジャグラーの攻め方は前代なのか単品なのかっていうところは2日間合わせた結果でいいと思ってるんですよ、うんうんうん、なのでその僕としてはその やはり4代構成の機種に前代でやりやすいっていう結果が出てるので、うん、まあこうまあこうお座り、うんうん、一発というか、うん、っていうところで狙ってもいいかなと思ったんですけども、うん、まあ何十機種もあるわけですね、うん、ってなった時に結構こう前回のジャグラーの状況で今日に関しても一応単品でかなり良さそうな台が、ね、そのジャグラーの中の至る機種に存在してたわけじゃないですか、うんうん、ってなったらその下見で出目を取りに来てた人とかも本当に少人数だったんですよ。そうですね。で前回のまだ僕たちは結果は出せてないんですけども、うん、もしかしたらホール側で出目を変えてる可能性があると、うん、その台が当たりがある可能性があるっていうところも、うん、もしかしたら明日あるかもしれないですか、うん、ですね、っていうところをいろいろ前回の実践を加味した上で、うん、まあ今日のデータを見た上でなんですけども、うん、僕はそのジャグラーをやっぱこう単品狙いもありなんじゃないかなって少し思ってきまして、はいはい、取材はちょっとどういうことですか。そうですね、取材は、まあ、その朝の自分がジャグラーでつけた狙いが取れなかった場合に4台構成で、うんうん、あ、まあ行こうかなっていう方がなんか明日のホールさんではその率が高いんじゃないかななんて、まあ今日のちょっと下見の時点で単品でやっぱりあのジャグラーでいい台が本当に存在してたんで、だったらそのガリドさんの狙い台っていうところとか、あとはまあゴーゴージャグラーがその取材の過去を2回ですか遡ってちょっと甘めに使ってるデータが残されてるので、ゴーゴージャグラーに行くべきなのか、まあ、前回ゴーゴージャグラー2じゃなくてゴーゴージャグラー2ですね、はい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 、ゴーゴージャグラー2に行くべきなのか、はい、あとはまあ前回ガルドさんが積もったマイジャグラー3も、はいはい、なんかこう今日見てると、はい、今日めちゃめちゃ前日めちゃめちゃいい台か、はい、今日もちょっと良さそうな台があったりとか、ね、めちゃめちゃ回数がついてない台か31の31みたいな、うんうんうん、117分の1みたいな、うん、っていう台も存在していたので、こそっちの方を狙うのもありなのかななんて思ってるんですけど、ちょっと迷ってるんですよ、いまだに。私も迷ってます。あー、もう一個ことはありますもん、あ、狙いどころ。はいはいはい。前回の収録日に花びつ設定1だったんですよ、うん、ありましたね。で、まだ花びつ設置1台だけあるし、はい、じゃあ明日もそうなんじゃねってなったら、うん、花火判別早いでしょ。そうですね、もう一本で聞きます ね、なので、うん、先にそこ判別してからいい、うん、だいぶ番号が早かったらね、うん、だからそこ判別してからでもいけるのかなっていう案もあるんですよ。あ、ただ私その明日の取材の競争率とかも知らないし、うん、そうなんですよね。なんか結構人数とかは100人前後とか来られるみたいで、明日は平日なので、はい、まあ少し少ないのかなと思うんですけども、まあ結局は朝の人の並びの人数を確認した上の自分の番号で攻め方が変わっちゃいそうな、そうですね、気はするので、そこに関しては本当に朝にならないとわからないんですけども、そうですね。ちなみにじゃあどうしたら、はい、明日の取材に対して、その明日の取材の実践経験がある皆さん的には、はい、4代構成機種に行くとしたらどれがいいんですか。いや、すごく難しいんですよね、その
この数ヶ月のデータを遡って、はい、結構こう同じことをやる時が多かったんですけども、まあまた別になってみたいな感じになってるので、予想がつかないんですよ。だからこそこうジャグラーの方に向いてる部分も僕自身ありまして、だからモンキーターフォーとかだったら前代で見るんであればかなり簡単ですし、そういった機種はあるんですが、案外そこをやるかどうかって言ったらちょっと皆目見当つかないというか、あ、その辺はだからちょっと飯野さんっぽいですよね。そのなんだ、自分が座る台が、はい、そのプラス期待値である可能性の高さで優先順位決めていくってタイプじゃないですか。そうですね、はい、だからきっとそれは飯野さんらしさが出てていいと思います。あ、本当ですか、はい、できれば僕は上げ狙いとか背置き前日良かったジャグラーを単品で狙っていく方が、うんうんうん、もしくはゴーゴージャグラー2のその単品プラス前代とか、あ、なるほど、っていうところも考えてあります。ガリドさんどうします、まだ朝にならないと分かんないと思うんですけど、はい、いや私はその明日の取材の経験実績経験がゼロなので、はい、もう素人意見になっちゃうんだけど、はい、前回の収録日でまず、H だった花火2からやって、はいはい、花火2がじゃあ H じゃなければ、うん、そのすぐさま、うん、まあ絶対系狙い、かつジャグラー狙いの502、うんうん、それが取れなければさっき言った196番台でしたか、はい、そのおそらく初代傍若はその前代系狙いの対象に皆さんしないはず、うん、そうそうですね、はい、なので単品狙いとして一番後釜で、この196番台の初代傍若をピンズも狙いでいこうかなって、はい、がっくりとかした場合は、はい、どうなされます？一応打ちます。学校にした場合は、余ってます。わかりやすいですよね。めちゃめちゃ学校にしますもんね。学校にしちゃったらもうどうしようって。ということは、慌てないことが、最優先というか、ね、一番っていうことですね。そんな感じで、いきたいと思いますので、もう抽選の方はですね、ボーデシュ渡りは終わってると思いますけども、いかがでしょうか、お返ししたいと思います。はい、ということでですね、作戦会議が終わったわけなんですけども、まあ本日はですね、90名ほどの中で私が8番、はい、で私は29番、はい、ということでかなりの両番ですね、はい、珍しいガリノリで両番っていうですね、うん、結構こういつもひどいですからねお前らみたいなもんは後ろから入っとけよって言われちゃいますからね、いつもかなり悪いことが多いので、はい、今日はまあ、おのおのが決めた狙い台狙い機種っていうところはほぼ取れたんじゃないかなといったところなんですけど、はい、おはようございます、お願いします、おはようございます、お願いします。わ、結構僕8番だけど半数以上がこっち行ってる。僕はですね、一応はい、ゴーゴージャグラー2前代、ね、前代系狙いプラス上げ狙いですね。昨日がですね、単品で、イタロキッシュにね、ジャグラーコーナ ー設定が入ってたっぽくて、ちょっとまだね埋まってないんで見てもらっていいと思うんですけど、この244番台が前日一番こう不発というかっていうところに当たり台が存在したっぽかったんで、一応単品でも狙えるかもしれないっていうところでこの台を押さえさせていただきました。で今ちょっと出目を確認します。あ、変わってないですね、 5-2 は変わってない。どちらかというと、まあ、5-2 よりあれですね、マイジャグラー4の方が人気ですけど、7-1-7-B 出目変わってなさそうですわ。じゃあちょっと違う機種見ますか。前回マイジャグラー3がもしかしたら変わってる台が存在したかもみたいな話があったので、ちょっとね今マイジャグラー3結構台数あるんですけど、1人も座られてないんですよ。多分4台構成機種行かれてると思うんですけど、なので僕ちょっともう確認しておきます。ここまで変わってないので全部見る必要なくなったかな。一応こういう前日これまた上げというか回数へこみなんですけど、ここに117分の1の台があったというところで、前日ねほとんどジャグラーコーナーに関しては各機種ね当たりっぽい台があったわけですよ。でこの180番台に関しては7番目、はい、変わってない。これ回したいんだよな。これなんでこの台を1ゲーム、まあ僕台取ってるんでダメなんですけど、なんでこの台を回したいかというと、
前日こういった台が前日ね、あ、前々日こういった台がこうなってるんですよ。130分の1で割ってる台があって、出てる台のね強気もあるんですよね。でも今日がジャグラーにねかなり設定入ってるかって言ったらわからないんで、まあもういいかなと。おはようございます。おはようございます。さあどうだどうだ、あれいけるなまだ出目変わってないっす。あ、本当ですか。出目変わってないっす。はい、打とうと思ってた本命の196番、これだ。前日化け負けでちょっとマイナス、出目はね123123合ってんな。ちょっとせっかくだからこの強弱の出目チェックしましょう。変わってないですね。つまりガックンは有効だってことだ。一応アイムも見とくか。多分変わってないとは思うんだけど、56756、あ、変わってないです。オッケー。多分あれ H じゃないな、変わっとらんですね。一緒一緒。あと窓2窓3か、窓3も見よう。ああもう忘れちゃった、遅いわ、諦めた。マリオさん、マリオさん、今、はいはい、マイジャグラス3で前日そのちょっと狙ってた台あったじゃないですか。130分の1でレギュラー先行してた台、その台がっくんして違う台しなかったです、だその2台しかまだ見れてないんで、もしかしたら前日じゃないと、前日じゃない OK ですっていうことがちょっと確認できた。ありがとうございます、はい、まあ多分4台構成がね、結構大人気だと思うわけですよ。まあなんせ前台系があるわけなんで、あ、マサムネ3とかゴッドイーターアニメーションとかは手つかずですね。ハーデス、あなたの夫ハーデスですか。 4台とも埋まってます。これもねよくやってるんですけど、前回はやってないんでね、ちょっとあれですけど、ゴーゴージャグラーっていうところでかなり前代記を見るに関しても時間を要するのかなと思ってるので、うんうん、まあ、その辺の押し引きのジャグラーに関してだけの押し引きは、はい、その私が判断しますよ。あ、お願いします。ただ私、まあ、作戦会議でも言いましたけど、はい、この取材の経験値が完全にゼロなの で、 あ、 そうです。その後の立ち回りはちょっとお任せしたいですね、はい、じゃあなんですけども、はい、いろいろな機種が消えていくと思うんですよ、はい、ほとんどの4台構成以上の機種が埋まられているので、はいはい、そういった中その常連さんは多分どんどん移動していったりする可能性はあるんですけど、何かが消えていった場合にそのゴージャグと天秤をかけた中で僕が前代系、そのジャグラーじゃない前代系に移動するってこともあるかもしれないので、はいはい、その時手分けしても、はい、いいんじゃないですかね。ガリドーさんのそのゴーゴージャグラー2の状況を踏まえた上で、はい、僕移動した方がいいんじゃないって言って、はいはい、まだ移動した方がいいっていうのは、はいはい、ちょっと言っていただければなと思ってます。了解です。はい、そんな感じでですね、私たち第一本命機種であるゴーゴージャグラー2を取られましたので、はい、今日ですねその前代系を狙いつつ、それがダメだったとしてもしっかりとですね勝ちを目指して立ち回っていきたいと思いますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。というわけで、機種寄せ狙いのゴージャグ2を取れたので出ていきます。まあ、すでにざっと見た感じ初動は悪くなさそうですね。いきます。一応これ、鍛錬すればガックンが分かるようになります。ちょっとやってみます。ちょっとガックンしましたね、最近はちょっとジャグラーの解説とかを久しく、もう半年ぐらい私してないんじゃないかな、どんな番組でも。なので今日は久しぶりにがっつり解説会でもやろうかな。せっかく本命台も取れたことですし、ゴーゴージャグラーのまあ特徴としましては、まずメリット、ゴーゴージャグラーおよびゴーゴージャグラー2を打つメリットはですね、低設定域の出玉率がとても甘いと。現役ジャグラーの中で設定1で最も甘い機種ですね。まあ、デメリットはですね、まあ、コイン持ちが悪いのでボーナス引けない時の投資が早いとか、あとは何よりね設定を単体で見抜くのが現役ジャグラー史上最も難しいというのも、ゴーゴージャグラー
およびゴーゴジャグラー2のレギュラー確率、まあ、レギュラー確率っていうのはジャグラーで徹底推測していく上で最も大事な数字なんだけど、徹底1でも364分の1なんですね。で、364分の1のレギュラー確率っていうのは、マイジャグラーシリーズでいうと設定2ぐらい、5号機アイムでいうと設定3ぐらいのレギュラー確率と同じなんですよ。なので、設定1でもレギュラーがそこそこ引けてしまう、つまり設定差がそんなにないんですね。なので、レギュラーがいっぱい引けてても全然1の可能性が他のジャグラーよりもあると、まあ、その辺が5号ジャグラーおよび5号ジャグラー2の設定推測を、難しくしている理由ですね。まあ、それでも設定を見抜いていきたいってなると、まあ、どうしてもレギュラー確率だったり武道確率だったりに頼っていくことになるんですけれども、まあね、これ武道確率もねちょっとめんどくさいんですよね。これいつも揃ってる武道の形じゃない形で今揃ってるでしょ。いつもバージョンから揃うのに、これね、この上段と下段の武道の形が、葉っぱの形が違うわけですよ。だし、この葉っぱは1枚しかない。つまりね、左ディールにブドウは3種類あるんですね。で、3種類のうちね、2種類は設定差がないんですよ。だから、ブドウを合算で見ていくと、設定差が小さくなっちゃう。まあ、とにかくね、ありとあらゆる角度から設定推測をさせまいとする仕様がね、まあ、ゴーゴージャグラーの判別が難しいと言われている原因ですね。で、まあ、じゃあどう判断していけばいいのかとなると、やっぱりレギュラー確率、設定1で364、設定6で242、まあ、一応 1.5 倍ほど差があるので、まあ、ここを主軸で見ていくんだけども、まあ、他のジャグラーよりもあまり過信は禁物だと。だから、そのレギュラー確率よりもできればその台に高設定が入っている根拠を優先して動いていこうと、もしくは全台系狙いで、全台合算のレギュラー確率で見れば、試行数が増えてより精度が高まるっていう立ち回りとかね、まあ、今やってることですよ、ちょうど。で、武道確率もじゃあどうしたらいいのかっていうと、左リールにあるこの武道、3種類のある武道のうち、このバーの下にある武道が、共通武道とされているんですよ。で、その共通武道だけに設定差があるので、このバーが枠上にピタッと止まって下段から揃うブドウは設定差がない単独ブドウ A で、もう一個葉っぱが1枚しかないブドウ、これが揃うと単独ブドウ B になるんだけども、だからそれも設定差がない。で、設定差が、ない、 ある共通ブドウ、つまり、今これ揃ってる、これ設定差ある共通ブドウなんだけど、これだけを見抜くためにはこのバーを枠上か上段に狙う、この2個も目押しができれば中段に揃うブドウが設定差のある共通ブドウ、確率にして、設定1で 7.75、 設定6で、7.40、 まあ 7.8 から 7.4 って覚えておけば、まあ、間違いじゃないです。こっち側の2コマ目押しでね、そのバーから遠い方のブドウが揃えば、それは単独ブドウだからそれは省いて数えるっていうことなんだけど、だからこれが4コマ滑って、今はこれは3コマだけど、このバーから遠い方がのブドウが揃うと、まあ、単独ブドウなんだけども、だったらこっちでもいいんじゃないのって、バーを滑らせる方、この遠い方のブドウが揃えばね、バーから遠い方のブドウが揃えば単独ブドウなんじゃないのって、これは共通ブドウなんじゃないのって思われがちなんだけど、こっち側を狙うとね、なぜかね、共通ブドウが成立してる時もこっちの遠い方で揃うことがあるんですよ。だから見抜けない。なのでこっちの
教団に泊まる方のバーを狙わないといかんですよってことですね。で、どうしてもこの2コマ目押しができない、共通ブドウと単独ブドウを見抜いて打つことがちょっと難しいという方は、ブドウ全ての合算で数えても問題ないです。ブドウ合算、3種類のブドウ合算で見た時の設定差は、これは109ゲームチェリー重複、レンチェリーなのでレアチェリーかもしれないけど、プレミアが出てないので共通チェリーかもしれない、チェリー重複の1回、今滑ってレンチェリーになったからレアチェリーだったかもしれない、レアチェリーだったかもしれない。投資3000円、コイン持ちいいな。ゴーゴージャグラー2のビッグチューは2ベッドなのでチェリー狙いが必要ないです。ただ見倒しの練習をしたい、通常時に右リール中段に7を見倒しすれば、ベルやピエロも取れるんだけど、あまり推奨はしないです。ただそれでも見倒しの練習がしたいという場合はビッグ中にやれます。ビッグ中に7中段見倒しして、見倒しが成功すれば、8分の7でこの形からブドウが揃います。8分の1でベルが降ってきます。これはだから目押しが成功していたってこと。今わざとミスりますね。7中段以外からブドウが揃えばそれは目押しがミスっていたこと、次はミスらないです、これは成功したってことです。ちなみに通常時は、通常時もここからブドウが揃うのがメインで、上段にピエロが降ってくればピエロ、下段にベルが落ちればベルを目押しすれば、一応通常時もベルピエロの子役ダッシュができます。ただゴーゴージャグラの場合、左リールで狙わなきゃいけないブドウが、単独ブドウ AB があるので、あまり変則押しはおすすめしないです。まあ先ほど名前が出たレアチェリーの話もしていくと、チェリー左リールには2つあって、でも裏と表で図柄が違うと、ほら違うでしょう、葉っぱが1枚と葉っぱが2枚。まあ普通のチェリーはどっちを押しても引き込んでくれるんだけど、レアチェリーっていうフラグが成立すると表と裏別々でしか成立しないんですよ。だから成立してる方を押さないと取りこぼしてしまう。でそのレアチェリーっていうのは、独特な制御があって、取りこぼした場合に、取りこぼしましたよっていう出目で教えてくれるんですよ。例えばこのバーが枠上に止まって今ですよ、ブドウが外れる、そうすれば反対側のレアチェリー取りこぼして必ずペカるとかね。レアチェリーの場合、チェリーを引き込んだとしても必ずレンチェリーになるっていう特殊な制御になってるので、だから中段にねバーバーってテンパイした時点でもレンチェリーになってないじゃないですか。その時点でもその攻めはレア 100% レアチェリーじゃないってことです。例えばここでチェリーが出たとするでしょう。で中リールにじゃあ中段バーテンパイを狙いましたと、バーを蹴ってしまった、あ入んなかったと。でもバーを中段テンパイのバーを蹴ってペカった場合はそれはもうビッグ確定なわけですよ。ベンチェリーをわざと形成、タンチェリーを回避したのにペカるってことだからね。バーが出て中リールの中段に例えばバーをビタ押ししたとしましょう。1個ずれたでしょ今。1個ずれた時点でもうチェリー重複、通常のチェリー重複ではないんですよ。しかもね、こっからペカればレアチェリー確定なんだけど、もしね目押しをミスって下段にバーをビタ押してしまった場合ってね、通常のチェリー重複だったら4コマ滑るんですよ。で下段にベル止まって、で上上段にレンチェリー形成してペカる。つまり1個早く中段に押しとけばバーバーテンパイ
するじゃないですか、通常チェリーチョークは。で1個遅かったとしても4コマ滑るから、ここで止まった時点でもレアチェリー以外がありえないわけですよ。なのでここからこの出目からペカればもうレアチェリー確定、何コマ滑ってようがねとか、いろいろレアチェリーを見抜く手はたくさんあります。打っていきましょう。まあ額見づらいんですけどね。あ、1ゲーム目、しかもすいません、左リールね、このバーチェリーが上についてるバーを枠上が上段ですね。でブドウの種類を見分けるといった形なので、すいません1ゲーム目ミスってしまいました、申し訳ございません。ということで学園したかどうかね、ちょっと分かりづらい台なので、まあそこはそこまで気にしなくてもいいのかなといったところで打ち進めていきましょう。正直その前日単品で、まあジャグラーコーナーの至る機種に当たり台があったデータ残されてるんですけども、まあその3枚数へこみなのか回数へこみなのかっていうところはちょっと微妙だったんですよ。どっちかは分からないんですけども、一応へこみ台だろうなっていうところに、いい台が存在してたので、まあ、今日僕はこの台をとりあえずピックアップしたというか取ったんですけども、一応前台系っていうところを加味しなければ間違いなく昨日良かったマイジャグラー3の、まあ、学運を見るっていうところがね優先だったんですけど、ちょっとねもちろんのこと1台抑えさせていただいているので、まあその学訓チェックはできなかったといったところでございます。その代わりもう1台、よさそうな台は学訓してましたのでね。よし、95ゲーム投資3本、はい、ビッグでございます。いやなんか今現状台を確保してからオープニング撮ってたりするんで、結構ね、僕たちガリドさんと僕以外の方たちはもっと回転数が進んでるんですけど、ボーナス確率はね正直なところそんなに良くはないのかなと思うんですけど、相手はねゴーゴージャグラーなので本当に全然わからないですね。まあ言ってもまあ400ゲームぐらい回してるぐらいなんで、皆さんペカりました。よし、単独のレギュラーでございます。単独のレギュラーでございます。無音じゃないですかこれ。今無音っぽかったんですけど、レバーオンで多分無音だと思います。はい、26ゲーム、嬉しいサプライズ演出。今 ATK-RTK で見てきた時に、はい、ハンデルが4であって1台空いてまして、2台直撃見てるんですよ。はいはい、開いてるんですか。開いてるんですよ。